で、実は僕、初めてましてじゃないんですよ。もちろん、はい。はい、青学の先輩なんで、はい。青学のグラウンドで会ったことがあります。今は香港にいらっしゃるんですか、現在。香港です、香港です、香港。今回コロナで日本帰るタイミングも全くなかったんで、もうずっと香港います。海外に行こうと思ったきっかけみたいなのを教えていただけたらと思います。系は、セ・リーグのチーム何個か、大学3年から4年で、参加したんですけど、まあ、行けなくて、で、代理人の方に、まあ、香港に連れてきてもらって、で、そこで契約できてっていう。もう本当、まあ、運が良かったというか、別に、海外ですごいやりたいっていうわけじゃなくて、こう、たまたま来たのが香港だったっていう。最初はそんなスタートですね。実際そこでしかやるチャンスもなかったし、まあ、そこから結果出してこう J リーグ行けたらいいなっていう思いで、まずはこっちのチームと契約しました。はい。ポルトガルはどんぐらい行かれたんですか？ポルトガルもワンシーズンですね。香港で半年やった後に、ポルティモネンセっていうチームにおお、1はいシーはい。ズン、はい、行ってって感じです。ことはトライアルはなしみたいな。なしですね。もうこっちでもおお。一応結構点も取ってたりしてたんで、とりあえず向こうの監督、コーチも、スタイルとか分かってくれた上で、まあ、取ってくれた感じですね。なかなかあれやね、アジアかヨーロッパって難しいイメージあるけど。まあ、珍しいよね、今考えたらね。やっぱりしっかり結果を残してるからですよね、でも、香港で。また香港に戻ってこられて、そうですね。はい。やっぱ一番のメインというか、国籍を取得されたんですよね。はい、そうです。2018年ですね。帰化しましたね。そもそも国籍ってそんな簡単に通れるもんじゃないじゃないですか、多分。そうですね。一応、7年以上住まないと、まずは権利もないし、ジャッキー・チェンは香港なんですかね。ジャッキー・チェンは香港です。日本のパスポートも破棄しましたよ。すごい決断だな、それ。すごいですじゃあね。日本に帰るというか、行くってこと？観光で入る？日本は観光っすね。ほほ。香港代表として試合も出られてますよね。1試合だけですけどね。入って、国籍取ってくれたら香港代表に出れるよみたいな話だったのか、なんかそれとももう自分でこう、本当にもう、ただ香港人になりたいからなったら、サッカーの方で代表に選ばれたのか、みたいなんですかね。僕はもう全くそんななくて、もう単純に、まあ、香港で、まあ、サッカー選手としてもそうですけど、人としても成長させてもらって、まあ、やっぱね、なんかこう、恩返しとかってちょっと綺麗しすぎますけど、で、長く香港でサッカーやりたいなともずっと思ってたし、で、代表ってやっぱり、ね、やっぱ一回は立ってみたい場所だし、それが香港だったら最高だなっていうのもずっと思ってたんで、取ったその日にもう呼んでくれたんで、それは本当嬉しかったあ、串田さん。おお、串田君、来た。なんか、国籍取るときに、なんか試験みたいなのあるの？試験はね、全くないですね。ないっす、ないっす。ないんですもね。う、全くなくて、別に言葉も喋れなくてもいいし、もう、1ヶ月ぐらいで国籍も変更できたし。え 当時いたチームがそういうの強かったんですけど、国籍変更してる選手が結構いて、本来もうちょっとっていうか、1年ぐらいかかるんですけど、1ヶ月。1ヶ月以上。串田さん、日本人を辞めようとしてるんですね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？今ちょっと考えてるみたいですちょっとね。タイ7年目なんで、ちょっと。それだけその国がいいっていうことよね、やっぱり。いや、まあ、本当いろいろあって
まあ、皆さんね、当然いろいろあると思いますけど、うん、まあ、香港も相当いろいろやっぱある中で、うん、まあ、もう生かしてくれたのも香港だし、うんうん、なんか本当にこうタフにしてくれたのも香港だし、なんかもう、うん、超好きなんですよね。すごいいいですね。はい、最近やっぱ結構香港がニュースに出てくるんですよね、はい、それなんかやっぱでもニュースの情報ってすごい偏ってるっていう僕が個人的に思ってるんで、はい、その現地の本当に香港人の中村さんから見てどんな感じですか？うん、まあ、コロナも重なっちゃったから、うん、うん、すごいちょっとなんかまずいなと思ってて、でこれをどう明るくしていけばいいのかなっていうのはやっぱスポーツかなっていう、うん、まあ、僕参加しかないと、まだ難しいですけど。なるほど。でやっぱり、うん、サッカーは元気にさせる力とか持ってると思うし、うん、そういうところを自分は頑張らないといけないのかなと思ってます。いいですね、めちゃくちゃかっこいいですね。こんな感じでできてます。あ、すごいできてる。こんな感じにできてます。あ、嬉しいです。はい、サッカー選手の人たちってこうスタイルって自分でこう選ぶんですか？これでいこうとか、こう、これは捨てようとかあるのかなとか。あ、でもそんなのをこう繰り返しながら、なんかこう自然と出来上がってる感じじゃないですかね。ねー。